試合後の率直な感想をお聞かせください。自分がずっと練習してきた真逆の感じで来られて、多分それでパニクった、あんまり自分も今曖昧なんですけど、その自分たちがしっかり立ててたその必勝パターンと真逆の動きされて、多分自分は焦っちゃったのかなと、それしか今言えないですね。対戦を終えて相手の印象は違いましたか？もう一回お願いしていいですか？はい、対戦を終えて相手の印象というのは違いましたか？その印象は一緒だったんですけど、そのサウスポーとオーソドックスの違いでした。だから自分はあのオーソドックスのためにサウスポーに変えてたんですけど、相手が、自分が考えてたのはそのローキック入れたら多分サウスポーに変わるの、サウスポーからオーソドックスに変わるのかなって思ってたんですけど、ロー入れても変わんなくて、で多分あれなんでだろうって思ったのかよくわかんないですけど、多分それっすね。俺あんまり覚えてないですけど、あれなんで変わんないんだろうって思ったのはすげえ覚えてます。試合中は周りの声援は聞こえましたか？全く。もうだから自分は最初の一発目のロー打って、で2回目かな、空振ったところから記憶がないです。くそみたいな、もう